ゃあ今日の勝利おめでとうございます。ありがとうございます。今日の試合振り返っていただいていかがでしょうか。先制点を取りに行こうと、で最初の5分を大事にしようということをチームの目標にしてたので、それがこう早い段階でのこう開始3分で得点できたので、そこはこう全体うまくいった一つの大きい要因だったと思います。では次の戦いに向けての意気込みの方お願いいたします。なかなか次のこと考えられないんですけども、今日やったようなサッカーができたらいいなということと、今日も3年生の気持ちがこういろんなところにこう見られたプレーだったので、明日もそういったプレーを見れたらもうそれで十分かなと思っています。どうもおめでとうございます。はい、ありがとうございました。